こんにちは、浜中仁です。シナ通詩を読んでみませんか。今回は21節を読みます。シナ通詩牧野一中道代編主編総論第3章長歌しばしば変わる。21節。しかれどもその間に知長あり乱世あり心身髄のごときはしばらく一等をなすといえどもその行長からず関東僧は運素久しく伸び生俗また見るべきものあり。ゆえに、石人あるいはこれを称して、高三代となす。その後、元民神相次いで、皆流星の頂体。これまた、近世三代と称するに足れり。しからば、すなわち三代の後、26朝、神官三国、神宗聖領鎮、公儀北西公州、隋唐五代、領宗金元民神。その聖聖と称すべきは、すなわち領事の三代なり。ゆえに、今、偏述の弁を図り、仮に古今を分かち、三代記となす。東愚三代より立国の真に合わせらるるに至るまで2004年これ情勢となす。真より関東を経て宗金の衰うるに至る1404年これ中世となす。元初より民を経て今に至る680年、これ近世となす。中世、近世、また、おのおの、その三代により、若ちて三期となす。期ごと、一巻をもって、これに当て、もって、歴代知覧文豪の概略を助す。恋願わくは、諸学のと、あるいはよりてもって我が林法開化の体制を察するを縁。もう一度読みます。しかれども、その間、知長あり、乱世あり、心身髄のごときは、しばらく一等をなすといえども、その行、長からず。関東僧は、運素久しく伸び、生俗、また、見るべきものあり。ゆえに石人、あるいはこれを称して、高三代となす。その後、元民神、相次ぎ、皆、流星の頂たり。これもまた、近世三代と称するに足れる。しからばすなわち、古三代の後、26朝、神官三国、神宗聖領鎮、公儀北西公州、隋唐五代、領宗金元民神。それ、聖聖と称すべきものは、すなわち領事の三代なり。ゆえに、今、偏述の弁を図り、仮に古今を分かち、三代記となす。東愚三代より、立国真に合わせらるるに至るまで、2004年。これを情勢となす。真より関東を経て、宗金の衰うるに至るまで、
1404年、これを中世となす。元初より明を経て今に至るまで、680年、これを近世となす。中世近世また、おのおのその三代により、分かちて三期となす。日ごと一巻を持ってこれを当て、持って歴代一覧文豪の概略を著す。恋願わくは諸学のと、あるいはよりて持って、我が林邦開化の体制を察するを縁。周辺は以上で、終了です。ですね、この中世、をですね、古代中世、近世という分け方ですけども、ですね、内藤コナンさんがですね、東大と宋大とでは大きく社会が変わっているということをですね、この支那通史の後にですね、主張するわけなんですね。それで、中世と近世の分かれ目がですね、五代十国のですね、混乱期、日本で言えば、戦国時代の混乱期ですね。安土桃山時代から近世が始まるとされています。中国では宋代からですね、近世が始まるんだというふうに今では定説になっています。この説ではですね、そういう主張をする前のものなので、ちょっと東大と宋大は同じく中世とみなされています古い見方ということになっています。今回は以上ですが、周辺総論という支那通史のですね、最初の概説については今回で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。